ディレクターの武田津です。まずお店に着いてからは後輩たちの練習をしっかり見ていきます。こここうした方がいいよなどとアドバイスしながらしっかり見ていきます。で、僕もやっちゃう。やっぱり見て学ぶ姿勢というのは大事ですからね。そうこうしてるうちに時間が経ったので、セルフスタイリング、まずはオイルをつけて、だいたいワンプッシュぐらいですね、ドライヤーをしていきます。基本的にお店に着いてからスタイリングをします。今日はワックスナチュラル、しっかりね揉み込んでね、こんな感じで、僕癖毛なんで簡単に動きます。でスプレーしておしまいと、ロレックスチラリ。朝はチームでお客様情報を共有してます。さあ営業開始です。しっかり希望を聞きながら丁寧にカットしていきます。また来ていただけるように頑張ります。そして営業が終わりました。営業が終わってからはチームでしっかり反省をしてます。夜も後輩たちは反省を生かしてしっかりと練習をしています。やっぱりね、一日の振り返りが大事ですからね。以上、武田津のルーティーンでした。